日大のラグビー部のヘッドコーチの方が飲酒の強要したりとか、耳とか肩に噛みついたり顔を蹴ったりしたりとか、あと爪楊枝を頭に刺したみたいな圧倒的なパワーの差がある部員宛に送られてるんだったら当然脅迫言語道断。皆さんこんにちは。世の中をリーガルチェック、弁護士の高橋です。今日も和樹さんとお送りしていきます。どうも和樹です、よろしくお願いします。今日はもう日大ラグビー部の、コーチがちょっと問題を起こしたというところで、そのニュースについて取り上げていきたいと思います。ちょっと学校の先生っぽくなろうかないますね授業中これが健康サンダルな、はい、アディアスのジャージに行ってきたみたいな感じです。事案の内容としては、日大のラグビー部の40代のヘッドコーチの方が、アルハラ飲酒の強要したりとか、飲み会の場部員の耳とか肩に噛みついたり顔を蹴ったりしたりとか、あと爪楊枝を頭に刺したみたいないうような報道があって、で それの告発を受けたんだけれども、結局のところ父親の体調悪化を理由に辞任っていう手続きでそれを受理しているという形で終わって、処理としては終わってたと。去年でしたっけ、アメフトの、ヘッドコーチのトラブルもあったりとかして、でそれが一応沈静化したなというタイミングで、今度はこうラグビー部のコーチがということで、なかなかスポーツを取り巻く環境もそもそもコロナの影響でかなり狭くなってる、やりづらくなってる中なのに、ちょっとこういう問題が出てきちゃうと、もう本当に今スポーツ頑張ってる部員の方々にとってはもう足を引っ張ることにしかならんだろうなと。で今回やっぱりその印象的だったのが、この LINE のやり取りが表に出たっていうところなんでしょうね。これは結構すごいなと。内容としては、このヘッドコーチの方がこれ誰かに送った LINE のメッセージのようで、それがもう表に出てしまったと。でこれは部員のさんの皆さんにも回ったっていう話のようなんですけども、このそういったアルハラとか、暴行が明らかになったことについて、このヘッドコーチの方が殺して、チクったやつ殺して、マジ追い込む、家族も追い込む、全てを破壊して、俺怒ったら家族ごとやるから、今からラグビー部辞めて友達のヤクザに犯人探させようかな、家族全員にシャブ打って人生狂わせたいわ、と。LINE なのであくまで個人間でやったのかもしれませんけれども、これがもしも部員宛に送られてるんだったら当然脅迫罪と、犯罪にはなるでしょうね、と。いうところですし、書いてる内容もねと、すいませんすいませんって言ってることを考えると、パワーバランス的には自分よりも地位の低い人に対して送ってたんでしょうねと、内容を見てみてもマジ追い込むとか、全てを破壊してみたいな、で家族に対する、家族ごとっていう話ですけども、脅迫の対象は本人だけじゃなくて家族に対しては暴行脅迫も含みますので、あとヤクザうんぬんとかシャブってなんとかっていうと、やっぱりこれだと反社とのつながりを疑われても仕方がないですよね、というような内容ですよね。こういうのってちょこちょこ起きるじゃないですか、どうしても、本当にこう、全くなくせるのかなっていうところはあるんですけど、やっぱこういう問題が出るたびに思うのって、ヘッドコーチとかやっぱりもうそれ部活をガチでやってた人たちがコーチとして20代ぐらいから入ると、で長年やってるというケースが多いのかもしれないですけど、やっぱりもう自分の立場を分かってないなというか、わきまえてないなと、俺もお前らと同じ目線でやってんだぜっていうつもりでやってるのかもしれないですけれども、40代と20代前後の子たちですから、年も倍近いわけですし、当然立場も違うと、もう試合に出させてもらう立場と、で出す人を選ぶ立場ですから、そういう意味でも圧倒的なパワーの差がある中で、飲み会でもう要は懐いてくれるというか、親密なやり取りをしていたからといって、あなたの友達じゃないからねと、圧倒的なパワーを背景にした、言うならもう部下というか、もうあなたには歯向かえないという立場の人たちにして、飲み会の場で盛り上がったからって言って、もう酒飲め飲めって言ったりとか、あと噛みついたりとか叩いたり顔蹴ったりだなんだっていうのは言語道断、同じ部員同士でも問題外ですよ、部員同士でも問題外、先輩が後輩にやるっていうのもアルハラの典型ですけれども、それの度を超えた番、まして頭に爪楊枝刺すなんて、もう受けると思ってやってたんでしょうけども、もう勘違いも甚だしいでしょうね、これだと。
という感じかなと思うので、うん、まあ、まあ僕も組織を作ってる側の人間だからもうやっぱり自分自身も言い聞かせる部分はありますけれども、うん、仲いいと思っててもあなた自身には権力があるのであれば節度を持って接しなければならないですよねと、一挙手一投足パワハラになる可能性があるんだということは強く認識しなければならないでしょうね、というのが、うん、まあ、この、まあ、今回の一件を見て感じるところですと、うん、ちょっともう学校側からはもう一応こうか本人が辞任しちゃってるからという形でもう触れてくれるなという感じの声明が出ていますけれども、うん、まあ、これはもう本当に他の部活とかでも起きている可能性がありますので、まあ、コーチをやられてる方々はもう他山の石としていただければと思いますし、うん、まあ、生徒の方々部員の方々もこういう行為が未だにこう常習的に行われている可能性があると、うん、まあ、僕この前校員ってなんかこうすげえ怒鳴り散らかしてるサッカーのコーチとかいて、へー、いやもう時代ねえと、流行らないって言うとおかしいですけど、うん、もうそういうのはもうバシバシ指摘してったらいいのかなと思います。情熱を傾けることも大切ですけれども、うん、やっぱりこうちゃんと教えるということ、コーチングするということと、もう怒鳴りつけてもういじめるってことは全然レベルが違いますからね、うんうん、ちょっと気をつけていただきたいなと思います。ということで今日はこういう教師学校ネタをやろうと思ってジャージを持ってきました。なんか今日はこんな感じで、もうジャージの高橋はしばらく見られないと思いますので目に焼き付けておいてください。それではまた。